荒野にさまよう魂、我を傷つけられると思うな。準々決勝の時間だ。さらに強い相手とのご対面だぞ。行くぞ。お前らか、世間知らずのネズミどもが。ずいぶん大口を叩くんだな。なんでそう思うんだ。キノコンに余計な思い入れを抱くとは、なんという弱さ、滑稽に過ぎる。これは最強のテイマ、ハニア様の理念に背くものだ。最強のテイマ。無駄な妄想を。軟弱なものなど、アニア様と対戦する資格はない。お前らはここで脱落するのだ。バカな。
ありえない。まさか訓練が緩すぎたのか。倒せたけどなんだか喜べないぞ。旅人、パイモン、私、勝ったよ。よかったな、レイラ。参戦の目標を無事に達成じゃないか。あなたたちも、あの連戦連勝の鉄骨総統を倒したって。でも、なんだか嬉しくなさそうだね。なんというか、相手が薄情なやつでさ、おかしいことばかり言うんだ。そうだったんだ。なんだかちょっとかわいそうなテイマーだね。うん、だってその人はハニアさんのことを知らずに朦朧とした印象で彼女を推測し真似してたんでしょ。ハニアさんがこのことを知ればきっと同じように悩むと思う。それにそのテイマーは厳しい考えで自分が損をしただけじゃないでしょ。他の戦士の精神まで影響を与えてしまったんだから。私の目標がそこまで高くないからってだけかも。天天ヨーヨー獣を連れ帰って一緒に暮らせるなら私は満足なの。さて次は私たちの勝負だね。勝敗なんてどうでもいいから友好的に楽しくバトルしよう。友達同士の磨き合いだと思ってくれればいいから。よし、天天ヨーヨー獣とポコポコビーニー、どっちがすごいか見ものだぜ。勝った方は負けた方におごりだぞ。楽しそうな約束じゃが、わらわは何か重要な会話を見逃したかの。ミカ、やっと会えたぞ。この間は何も言わずに去ったから、オイラたちはまだ手がか、古墳、相談したいことがあるんだ。わらわも悩んでおったぞ。遊び気分で参戦したはよいが、準決勝まで入ってしもうた。仕方なく時間を作って僧家たちの取材に付き合っておったんじゃ。何時らについては心配せずとも、きっと仲の良い対戦ができよう。こっちは少し真面目に対応せねばの。何せ相手はその変質的なやつじゃから。確かに。まさか八重お姉さんがハニアさんと対戦することになるなんて。ポジティブに考えようぜ。もしかしたらミコがハニアを倒してくれる可能性もあるよな。そしたら直接ハニアを説得はできなくなるけど、ミコがここで負けるのも嫌だからな。少し緊張するけどワクワクするね。みんな固くならないで。天天ヨーヨー獣が率いてきたあなたたちチームはたくさんの困難を乗り越えてきたんだもん。実力は十分だよ。さあ全力を出してね。それじゃあ行くぞ、レイラ天天ヨーヨー獣。
局負けちゃった。でもあなたも仲間たちも今までで一番良かったよ、天天ヨーヨージュ。私嬉しいよ、本当に満足。あなたたちもありがとう。私と天天ヨーヨージュのバトルは完璧な終わりを迎えた。もしあなた以外の人に倒されてたらちょっと悔いが残っちゃってたかもね。レイラと天天ヨーヨージュも強かったぞ。もうちょっとで圧倒されるとこだったぜ。勝敗なんか気にせず、キノコンたちの才能を思いっきり発揮させて対戦する。この感じ最高に気持ちよかったな。そうだな、他の対戦でも今みたいに他のことなんか気にせず済んだらよかったのにな。さてミコはまだハニヤーと戦ってるんだよな。オイラすごく心配だ。早く様子を見に行こうぜ。この重い空気、ミコが勝ったか。おや、ナンジラの対戦も終わったか。結構時間がかかったところを見ると接戦じゃったんじゃろ。ひひ、その気楽そうな口ぶりじゃきっと楽勝だったんだな。うむ、確かに何の懸念もない対戦じゃったぞ。わらわと百雷シャラはたったいくつかの技でハニヤーに負けたのじゃ。え？その散漫な態度、私をからかってるのか。めっそうもないぞハニヤー。何せ汝の意志は非常に強い、ある種を破滅させようとするほどじゃ。汝のような相手をからかうわけにはいかぬの。じゃがこの道を貫こうとするなら、途中で見た景色が想像しておったものと違うことに気づくじゃろう。その時その執念はどうなるじゃろうな。楽しみにしておるぞ。余計なお世話。ほう、早くも逃走とは。対戦に負けたのは八重お姉さんだけど、よりショックを受けたのはハニヤーさんだったってこと。それがますます面白い展開になってきたんじゃ。対戦が開始してすぐ百雷シャラが炎一を傷つけてしまっての、ハニヤーは明らかに焦ったのじゃ。わらわはただあやつが自らを欺いておるという事実を口にしただけじゃったんじゃが、心理的な防衛線はあっという間に崩れて意外に脆いもんじゃった。もしかしてハニヤーは自分で言ってるほど冷たいやつじゃなかったのか。実はあいつも炎一のことを心配してて、ミコの前でそれがバレた。その通りじゃ。今はあやつの心に入る絶好の機会じゃ。そしてその心を変えられるのはわっぱたちだけ。でもハニヤーはもう遠くまで行ったし、どこを探せばいいんだ。あやつは今きっと疑念の最中じゃろう。今まで冷静沈着だった己が一体何の影響を受けて動揺したのかとな。その答えは汝ら三人にかかっておる。あやつの行く場所を汝らは知っておるはずじゃ。私が旅人とパイモンに初めて会った場所かな。よく考えたらハニヤーの顔色が悪くなったのは、レイラがキノコンを日常生活に連れ戻り
重要な仲間にするって言った時だったよな。レイラの直感当たってるかもしれないぞ。早く追いかけよう。ハニヤとちゃんと話そうぜ。レイラちゃんは残るがよかろう。ハニヤを助けたい気持ちはわかるが、あやつは何時が対処できるタイプの人間ではない。ここはワッパたちに任せるのが良い。確かに、私がいらないことを言ってハニヤさんを刺激したらかえって悪いことになるかも。それに体力不足で速さについていけずに半分くらい行ったところで倒れそうになるかもしれないし。まだ行かぬか、ワッパ。ほう、思った以上に収穫があったようじゃな。ではわらわも汝に幸運の祝福を与えよう。今度顔を合わせた時にはまた汝らにわらわの見解を話すとしよう。ここだ。ハニヤはこの近くにいるはずだよな。炎1はいつも奴の後にくっついてるから、炎1が身にまとう元素の痕跡でハニヤを見つけられるはずだぞ。とにかく元素近くで周りの状況を見てみようぜ。行くぞ。風よ、くだらない。行くぞ。どうしてここに？オイラたち、炎1の痕跡をたどってここまで来たんだ。お前のさっきの様子が心配でさ。ん？待てよ。お前、炎1を慰めてるのか？皮肉よね。炎1がキノコンじゃなくて
普通の動物だったらよかったのに。さあ次会う時は決戦よ。何か言いたいことがあるなら私を倒してから言って。その言い方、狐の女が予測していたのと全く同じだわ。君た、私が言ったところで君たちは理解できないと思うから、これを見てちょうだい。これは…これは私のご先祖様が残したノートよ。当時彼らはウリンでキノコンの攻撃を受け、多くの重傷者が出た。この事件は当時は特筆する価値がないと見られたのね。何の記録にも残っていなかったわ。けれど私の家族は私が子供の頃からそれを繰り返して読み、キノコンの脅威について教えてくれた。そんなことがあったとはな。道理でキノコンを敵視するわけだ。そうだぞ、こんな過去があるならなおさらこの大会の意図がわかるはずだろ。英知法師は人とキノコンの共存を可能にするんだから。英知法師がキノコンを穏やかにさせるなんて、そんな単純な話じゃないわ。前にも村にやってきた学者がいて、似たようなアイテムで実験をしてた。でも結局全員失敗して逃げたわ。今の英知法師だってキノコンの凶暴な本性を一時的に抑えることしかできないんだもの。このアイテムを取り除けばキノコンは十分脅威になり得る。それに工事の理性増加によってキノコンの元素力は異常に活発になり、周囲の環境に影響を及ぼしてしまう。強い体を持たない者が工事を使うとすぐに具合が悪くなってしまうわ。まさか最近のレイラの咳も英知法師のせいなのか。言わなくたってわかるはずよ。カウトリアは学術に夢中な気狂いで、自分の影響力を拡大することだけを考えながらキノコンの大会を宣伝している。あのエルヒンゲンも風向きに応じて舵を取るやつよ。カウトリアの研究成果を見込んで大金をかけてこの大会を宣伝し、人々のキノコンに対する警戒心を緩めようとしてるのよ。ともかく私は彼らを信じないわ。凶暴なキノコンが人と共存することも信じない。でも引退した無名な傭兵である私の声を聞いてくれる人なんて誰一人としていない。私はただルールに従って勝ち残り、欲しい結末を手に入れることしかできないの。絶対に彼らを止めてみせるわ。最初は君たちも手伝ってくれるんじゃないかと期待したけど、どうやら私が甘かったようね。君たちがどう思おうと、私がどう思われようと、私は君たちを倒して踏み越えてみせる。このノートは私の過去のようなものよ。煮るなり焼くなり好きにして。どうせ決戦の日、私は全てのキノコンをこの世から取り除くことを宣言するわ。炎、私の過去とさよならするの。ついに説得できなかったか。これで対戦でハニヤーを倒す一択しかなくなったな。ハニヤーは前にもキノコンによる災害を阻止しようとした学者がいるって言ってたよな。ノートに詳細があるみたいだからもう一度読んでみようぜ。これってハニヤーの先祖が集めた学者たちの研究記録だったってことか。おい、この部分は難しいな。字が汚いし専用用語もたくさんある。全然読める気がしないぞ。あ、待てよ、見覚えのある単語みたいだ。あ、そうだ、ドリーからもらった資料にあったぞ。おう、資料の断片とノートの内容を慎重に照らし合わせて解読できるか試してみようぜ。捕獲装置？カレーポーション？なるほど、ハ
ニアーの先祖を襲ったキノコンたちはそのポーションのせいで理性を失ってたんだな。そして学者たちが捕獲装置を作ったのは凶暴化したキノコンを捕まえるためだった。それに今のフラワーゼリーはカレポーションの進化版で英知宝珠だってカウトリアの発明じゃなかったってこと。つまりカウトリアは捕獲装置をもとにちょっといじっただけなんだな、あの嘘つきめ。でもカウトリアは何のためにこれほど英知宝珠の宣伝に力を入れてるんだ。それなら早くエルヒンゲンにカウトリアのやつに資金援助をしちゃダメだって伝えないと。ハニアーに関しては当時先祖を襲ったキノコンが薬で刺激されてたことを全く知らないみたいだぞ。そりゃキノコンが許せないって思うはずだよな。心配するな、ポコポコビーニー。お前はフラワーゼリーのせいで凶暴化したりしないって信じてるぞ。英知宝珠を止めた後もお前はいい子でいられたんだからな。あれ、オイラの言うこと分かるようになってないか。お前ますます賢くなったな。え、いつからだ。全然気づかなかったぞ。ってことは今のポコポコビーニーは本当にオイラたちと共存できてるってことか。ひひだから言ったじゃないか。オイラはハニアのキノコンがまた暴走するって推測には絶対納得しないぞ。キノコンの中にはいいキノコンもいる。ポコポコビーニーみたいに人の感情がわかるキノコンだっているんだぞ。まああいつも中には一理あることを言ってたけどな。英知宝珠は万能じゃないって。その欠点がある限りキノコンの仲間はずっと普通の人のそばにはいられないだろうな。これからもポコポコビーニーと一緒に旅ができると思ってたのに。なんとかならないのか。うん、残念だけど今はそうするしかないよな。決戦までまだ時間があるし、教練員にカウトリアのことを報告するか。確かにこれほどの大イベントをやるからにはきっと長い間計画を練ってきたんだろうしな。もしあいつのやったことを暴こうとしてるのがバレたらあいつに警戒されちゃうよな。まあとにかく決戦の日は全力を出すぞ。まずはハニアを倒して意地を張らないようにさせるんだ。それからエルヒンゲンを説得して一緒にカウトリアの計画を暴く。観客、そして選手の皆様、数々の激戦を経ていよいよサウマラタ・ハスハイの決戦が始まります。
テイマーのハニヤーが旅人との勝負を決める時です。勝者が最終テストに合格すれば、私の全財産を受け取るとともに、大会を継続して行う責任を担うことになります。そして全テイワットに平和のあるべき道を引き続き宣伝してくれることでしょう。今日はカウトリアがいないみたいだ。チャンスだぜ。決戦と最終テストの後は、まずエルヒンゲンを説得して、それからカウトリアと直接話し合おうぜ。ミコにレイラ、お前らも来てくれたのか。やはりね、せっかちな学術狂いもついに主人公一行に正体を現しちゃったんだ。ランジラの推測は真実に近いところにあったんじゃな。しばらくは教令員には伝えないでおくというのも慎み深い判断じゃった。何せカウトリアか、あるいは他の者が切り札を残しておるかもしれんからの。まあ今の状況じゃ気を抜くに抜けないぜ。あの最強と呼ばれるハニヤーと対戦することになった上、エルヒンゲンの最終テストが何かもまだわからないんだからな。それにハニヤーを説得する方法だって。何、答えは明白じゃろ。わらわたちのキノコンたちを連れてハニヤーをあっさりと倒し、あやつの態度を改めてから真実を投げ込めばよい。あなたたちならきっとハニヤーさんを正しい道に戻せるって信じてるよ。よっしゃ、ポカポカ B に天然ヨーヨー銃、それに百乱射弾、一番よく知る仲間たちと肩を並べて戦うぞ。みんなの力を結集したのが今のオイラたちだ。だから絶対負けないぜ。早くこの日が来たわね、旅人ハイモン。忠告したはずよ、キノコンに余計な感情を抱かず駒として指示を与えるようにと。でも君たちは何の変わりもないよね。だからこの対戦を何の心配もなく終わらせられるわ。そうだ、オイラたちとポカポカビーに、それから他の仲間たちとの連携は絶対負けないからな。わかったわ。それじゃその軟弱な戦い方と本物のテイマーの戦い方の差を見せてあげる。炎一、
ったの、炎一。どうして全力で戦わないのよ。炎一を責めるなよ。それにお前も無理するな、ハニヤ。準決勝の時、お前は炎一が傷を負うのを見てためらっただろ。お前はオイラたちとミコ以外で自分と対等に戦える相手に出会ったことがなかったんじゃないか。炎一と他の仲間を苦戦させたこともない。そして炎一と仲間たちが傷を負うのを見るとやっぱり心が痛むんだ。無理する。今さらヒノコンが傷を負った程度で心が動くとでも。ハニヤ、お前は怖い物語を聞かされて育った。キノコンのことを警戒するのも十分わかる。だけどぼやけた印象だけで目の前の仲間を凶悪な敵にしちゃうなんて。なあ、時間が経つほど自分をごまかせなくなってるんじゃないか。オイラたちもよく凶暴なキノコンを討伐してた。ついこの間まではキノコンを純粋な魔物として扱ってたんだ。参戦目的だって最初はキノコンの暴走を防ぐことだった。でもポカポカビーニーに出会って気づいたんだ。努力をやめずに本当の気持ちで温和なキノコンと向き合えばこいつらも答えてくれる。オイラたちと仲良く交流してくれるってな。少なくともこいつらみたいに温和なキノコンはお前の仲間であってコマや敵なんかじゃないぞ。オイラたち、お前に炎一や他のキノコンを信じてほしいんだ。黙って、まだ対戦中よ。もう優勝者面で私に説教する気？まだ一番重要な一歩を踏み出せていないっていうのに失敗したわ。結局君たちは最大の変数になったってことね。でもそんな幼稚な考えでどうして私に勝てたわけ？ハニヤ、オイラたちが勝ったんだから約束通り話を聞いてくれるよな。でも話は一旦後にしたいんだ。まずは炎一に最終テストまでついてきてもらえないか。炎一、この子を連れていくの？ああ、ポカポカビーニーと天天ヨーヨー獣、百雷シャラ、それとお前の炎一。みんなのあの日お前と会話してノートを手に入れた後、オイラたちいろいろと考えたんだ。キノコンの安全性についてだけどさ、確かにお前の考えも一理ある。 H 宝珠は人の健康に影響を及ぼすし、大会は過度に宣伝すべきじゃない。
キノコンと人間の近くでは暮らすべきじゃないと思う。でも英知宝珠を改良しながらキノコンと交流を深めて温和なキノコンを見出していけば、この群れと少しずつ仲良くなることは可能なはずだ。好きにすればいいわ。私はどうせ負けたし、敗者が頑固に言い張る資格なんかないもの。炎一もいつも自分のことを思いやってくれる主が欲しいでしょ。ハニヤ、しっかりしろ。仲間の心にいる自分の位置を見誤るなよ。最終テストに合格したらもっと大事な話があるんだからな。そうだぞ、当時何が起きたか分かればお前も考え直すかもしれない。素晴らしい、実に素晴らしい対戦でした。観点の対決も誠に感慨深い。エルヒンゲン、なんで会場に入ってきたんだ？もちろん両者の最終決戦、そして優勝者の最終テストでの姿を見届けるためです。大会にとってこれは歴史的な時、欠席するわけにはいかないでしょ。さあいらっしゃい、旅人とパイモン、私にあなたたちの意思を証明してみてください。あなたたちならきっとこの大会を昇華させる鍵になれる。どういうことだ？ファデュイがあちこちいるぞ。エルヒンゲン、会場に悪者が侵入してるぞ。早く逃げろ、オイラたちが相手するから。って待てよ、出口はどこだ？さすがは旅人、察しがよろしい。さ、このような窮地にも対応する策はありますか？オイラ、よくわからないぞ。今は最終テストじゃなかったのか？黒幕はカウトリアじゃなかったのか？やつはこの大会で成果を出すためにお前のお金を騙し取ったんじゃ。真相まであと一歩というところです。カウトリアの動機は確かにおっしゃる通りだ。彼の発掘した失われた技術は素晴らしい力を秘めています。だから彼を買ってこの大会を計画し、この技術の影響力を広げようとしているのです。まあ、あなたのような価値の高い目標が自ら釣り針にかかるとは思ってもみませんでしたが。つまりお前は初めからカウトリアに騙されてないし、それどころかカウトリアを利用したのか？お前もともとファデュイの悪者だったんだな。くい、ムカつくぜ。お前に気をつけろって言ってやろうとしてたのに。ポカポカビーニ、こいつを殴るぞ。気迫は素晴らしいですが、自信に満ち溢れすぎたようですね。天天ヨーヨー獣、百乱シャラ、それに炎一まで、お前らどうしたんだ？カウトリアは英知宝珠に裏コマンドを追加したのですよ。私がこのコマンドを実行すれば、宝珠にコントロールされた全てのキノコンは私の言いなりになります。まさか大会を大々的に宣伝することで人々にキノコンをたくさん捕まえさせて、それを乗っ取って悪事を働こうとしてるのか？鋭い勘ですね。とてもいいですよ。大会をもっと広げれば民間に膨大な数のキノコン部隊が出来上がる。スメールで混乱を引き起こすチャンスを作ってくれるでしょう。私が同僚の手に負えないようなことを成し遂げれば、私の敬愛する主、あなたたちのせいでここを去ったドットーレ様も私にまだ価値があると再認識してくれるはずだ。今私はもっとうまくやれます。あなたたちを排除できれば、長官や多くの同僚の汚名を晴らし、最も偉大な功績で組織に貢献できる。ドットーレ様も私を最重視してくれる。あなたたちの死は事故として喧伝しましょう。
キノコンのことを信じすぎて限界を突破しようとした結果、会場が崩れて遭難してしまった。そしてこの秘境を封鎖してあなたたちに起こったことを誰にも知らせずにおくのです。もちろん教令員に対してはカウトリアに全責任と罪を背負ってもらいます。その後はあなたたちへの追悼を名目にさらに多くのモラを投入し、宣伝に力を入れ大会をもっと頻繁に開催して。お前なんで平気な顔してデタラメを言えるんだ。それに仲間を裏切るって卑怯すぎるぞ。ひい、お前の話を聞いてすっごくムカムカしてきたぞ。絶対お前の思い通りになんかさせるもんか。でもどうしよう、お前は今武器を持ってないし他のキノコンの仲間も言うことを聞いてくれないぞ。焦って動く必要はありませんよ。キノコン対キノコン、そして戦士対戦士、旅人の仲間たちが倒され信念が崩れ落ちたその時、とどめを刺してあげればいいのですから。私たちのこれまでのやり方は綺麗とは言えませんでした。ですから少なくとも礼を欠かず敬意を払って旅人をお送りしましょう。そのプカプカ水キノコ、裏コマンドを3回も発動したのにどうしてまだ旅人の指示を受けているんです。カウトリアの装置が壊れたか。ほう、まだ気づけておらんようじゃ。 H 宝珠の技術は確かにキノコンをテイマーの命令に従わせられる。じゃがそれはあくまでも奴らの本能を抑え、生物としてのキノコンとテイマーとの交流を深めたに過ぎぬ。この4体のキノコンはテイマーを認めておる。奴らの間の感情と絆はとっくに H 宝珠の影響を凌駕しているんじゃが。八重美子、あなた秘境封印の術法を解除できたのですか。粗末な模倣品でわらわを阻むつもりとは。どうやら甘く見られておるようじゃな。寄せ集めの裏コマンドが本当に何の弱点もあらわにしてないとでも思うたか。面倒な。ミコにレイラ、ハニヤも来たのか。エルヒンゲ、君が首謀者だったのね。キノコンよりも君の野心の方がもっと許せないわ。八重お姉さん、早く手伝いに行こう。焦るでないぞレイラちゃん、こういう時はちゃんと見届けるんじゃ。仲間の絆というものは世俗的な陰謀や技術に破壊されたりはせぬものよ。百雷シャラ、まだ任務をやり遂げてないじゃろう。ここで屈服してどうする。あれ見ろ、百雷シャラが意識を取り戻したみたいだぞ。もしかして今が八重お姉さんの言うタイミングなの。天天ヨーヨー獣信じてるよ。あの嘘つきを倒そう。キノコンの仲間たちが裏コマンドで受けてた影響が消えてくぞ。まだためらっておるのかハニヤ。怖いか、コマとして使ってきたキノコンが常に汝を信じておること。そして今まで避けてきた感情を今
直視せざるを得んのが。でも何時のキノコンは待ちくたびれておるようじゃぞ。 H 法事のコントロールから逃れた後もずっと何時の命令を待っておる。ほの一、君は本当に私を待ってるの？ごめんね、ずっと厳しくしてきたのに。まだ私を信じてくれていたのね。さあ、やるべきことをやり遂げましょう。なんだかわからないけど、キノコンはみんな目が覚めたみたいだぞ。よっしゃー、エルヒンゲン、この卑怯者め、オイラたちの怒りを受け止める準備はできたか？慌てず、秩序を崩さずに迎え撃ちましょう。相手はただのキノコ、私たちはまだ主導権を握っています。まずは邪魔だ。聞いたみたいだ。群れに負けるなどとありえない。ミコ、どうしてやつを止めないんだよ。わらわは観光客じゃ。
スメール領内で誰かを逮捕する権利など持っておらぬ。何時らも同じじゃろ。じゃが安心せ、奴は逃げられぬ。対象に戻ったらおのずとわかろう。よし、深く考えずにさっさと追いかけようぜ。お前らは30人団の傭兵？大マハマトラセノの命により重罪人エルヒンゲンおよび学術犯罪者カウトリアを逮捕しに参った。大マハマトラは前からカウトリアに目をつけていたが、お忙しく相手をする暇がなかった。こうして無事に逮捕できるのは君たちが提供してくれた証拠のおかげだ。大マハマトラからお二人への手紙だ。受け取ってくれ。調査してる間も裏で手がかりを集めてみんなの安全を守る準備をしてたんだな。では犯人はこちらで連れていく。君たちがここにいるなら会場の秩序を心配する必要もないだろう。祝うにはまだ早いですよ。まだ終わってはいません。ドットーレ様のために必ずまた戻ってきます。まだ強がってるのか。牢屋で改心するんだな、ファデュイの嘘つきめ。それにしてもセノの手紙では証拠とか言ってたな。ベスト16の後ミコがいなかったけど、通報しに行ってたってことか？うん？なぜそのようにわらわを見る？わらわも悩んでおるんじゃぞ。せっかくの休暇なのに、いとまなくいろんなものに見つかって。編集たちを連れてスメールシティを巡っておったら、奇遇にも大マハマトラとばったり会うて雑談しただけじゃ。肝心なのは、何時らが集めてきた手がかりじゃぞ。わーい、簡単そうに言うほど背後に何かあるんじゃないかと疑っちゃうぞ。ところで主催側もスポンサーも逮捕されちゃったけど、キノコンとこの大会はどうなるの？ルールはルールじゃ。ワッパたちが優勝し最終テストも通過した。つまりカウトリアとエルヒンゲンの座を奪ったのじゃ。これから大会のすべてはワッパたちのもの。いろんなことを経験してきたワッパたちならば最善の決定を出せるはずじゃ。真相ならキツネの人からすでに聞いたわ。私のご先祖様を襲ったキノコンは凶暴化していたって。私のキノコンに対する印象は根底から誤っていて極端すぎたみたいね。え、オイラたちまだ何も言ってないのに。ミコに先を越された。ほう、感謝の気持ちはないものか。落ち込んだハニアを立ち直らせ、ナンジたちの道を応援させるには少しばかり心を動かすものが必要じゃろう。みんなそれ以上言わなくて大丈夫よ。確かに
前は意固地になり続けて完全に麻痺するまで自分を欺いていた。でも今こうして真相を見たわ。英知法事がなくても炎1は私の命令を聞いてくれた。この子はずっと私を信じてくれてた。私の負けよ。君たちの異議と処罰を受け入れるわ。処罰だなんて大げさだぞ。怖い話をしたり炎1に厳しくしただけでまだ悪いことはしてなかったじゃないか。ちょうどいいぜ。これからどうすればいいのか思いついたぞ。よし、オイラもう完璧だぞ。今すぐみんなにお知らせしようぜ。古墳、こんな舞台で大人数に向けて話すのは初めてだぞ。ちょっと緊張してきた。この度オイラと旅人が運よく優勝者になった上、陰謀を暴けてとっても嬉しいぞ。この大会をよりよく開催する責任はオイラたちが担うことになった。主催側とスポンサーは逮捕されたけど、各出場選手の報酬は予定通り配るから、どうか安心してくれ。やった、これを待ってた。賢明な判断ですね。ただ今の英知法事にはまだ欠点がある。周囲の環境に影響を与えて人々に健康上の問題を引き起こしてしまうことがあるんだ。だからキノコンの仲間はまだいつもみんなのそばにいるってわけにはいかない。健康のために各選手はキノコンの仲間としばらく一緒に過ごした後、キノコンを一番頼れるテイマーのハニヤーに預けてほしいんだ。でも仲間と長く離れ離れになることはないぞ。ハニヤーがキノコンたちの面倒を見てくれてる間、オイラたちは教練員に英知法事の改良をお願いして、一刻も早くこの問題を解決してみせる。それに今回の大会は面白かった。一回だけじゃつまらないし、みんなももっと対戦したいよな。技術的な問題が解決したらお前たちもキノコンの仲間と再会できるはずだ。その時にはまたみんなで勝負しようぜ。これが私への処罰？準優勝者へのご褒美と言った方が正しそうじゃな。心配しないでハニヤさん、キノコの仲間と仲良くするのは結構幸せなことだよ。あなたもそうでしょ、てんてんヨーヨージュ。それでもやっぱりなんだか少し寂しいな。てんてんヨーヨージュのことあなたに任せたよ。旅人、パイモン、それにレイラ、キツネの人、君たちは本当に不思議ね。ハニヤ、みんなの前で宣言しちゃったんだから、お前も元気出すんだぞ。ええ、君たちの言いたいことは聞かなくてもわかるわ。テイマーとしてその依頼を受け入れましょう。最善を尽くしてキノコン、みんなの大切な仲間をちゃんと世話するから。ヒヒ、もっと早くその表情を出せばよかったのに。それでこそオイラたちが友達になりたい超すごいハニヤーだぜ。じゃあみんなはしばらく自分の仲間と思いっきり遊んでくれ。後でまたオルモス港で落ち合おうな。Thank you.
合流して、その後はミコだ。そして最後は仲間たちをハニヤーに託す。旅人、パイモン、ポコポコビーニー、ここだよ。レイラ、この数日間、天天ヨーヨー獣と楽しく過ごせたか？もちろん。天天ヨーヨー獣が荷物を運んでくれたおかげで、遠くまでキャンプに行って、いつもと違う星空を見れたんだ。それに、論文も進められたの。でも、小麦粉とかに咳込みながら、リストにあったものをほぼ全部作ってあげたんだけど、それでも天天ヨーヨー獣の好物が見つからなくて。改良後の英知宝珠では直接キノコンと会話できればいいのにな。うん、このことも手紙に書いて正論派のベテラン学者に頼んでみるよ。レイラ、今までになくやる気みたいだぞ。こんなに話したのにまだ元気そうじゃないか。仲間のためならそこまでできるんだな。うん、でも消耗しすぎた。早く八重お姉さんと交流しよう。じゃないとまた力が抜けちゃうかも。無駄だ。行くぞ。おや、ずいぶんと早いの。ミコ、もう帰るのか？スメールでそんなに遊んでないんじゃないか？いいや、とっくに満喫したぞ。おかげで今回の取材は順調じゃった。貴重なバトルでの経験を手に入れた上、陰謀を暴く素晴らしい劇まで見られたからの。ソーカにはオリジナルキャラを捨ててもらって、次はナンジラを主人公にした小説でも書いてもらおうかの。そうだ、ようやくわかったぞ。ミコは何度もヒントをくれてたよな。もっと早くエルヒンゲンの陰謀を暴けたはずなのに、どうして遠回りしてたんだ？はじめに真相を突き止めてしもうたら興ざめじゃろ。ナンジラがこの局面をどう打破するか見てみたかったんじゃ。結果から見ればとんでもない驚きの連続じゃった。最初わらわはナンジラとキノコンの物語は主と従者から展開すると思っておった。じゃがナンジラはもっと良い答えを導き出した。それは平等なちぎりである、仲間という概念じゃ。別の角度から考えれば、いつも主のことを考えるエルヒンゲンがナンジラにかなわなかったのも当然じゃな。まあ、あやつの腕ならしばらくは騒ぎがやまんじゃろうが。うい、またついていけなくなったぞ。今度はミコの言葉をメモして帰ってしっかり研究しよう。さて、世間話はここまでじゃ。百来者らのことは頼んだぞ。こやつの面倒を見てやってくれ。ナンジラとハニヤはますます頑張らんとな。こんなに面白い大会が続くかどうかはナンジラの努力にかかっておる。ちょっとは楽しみにしておるぞ。行くぞ。風よ。くだらない。来たか。時間はぴったりだ。他の出場選手の英知宝珠を集めて
キノコンの仲間にふさわしい生息地を選んだわ。周囲の生態環境に影響を及ぼすこともない。さあ、みんなに挨拶して。キエン。炎一の新しい名前なの。最初この子と出会った時、あまりにもおとなしかったから内心喜んだ気持ちがあった。私が偏見を取り去り、自分の本当の心に向き合ってキノコンを憎まずにいられたら、この気持ちもずっと続くでしょ。ハニヤーさん、心のわだかまりがやっと解けたんだね。そうこなくっちゃ。炎一って名前にちょっと慣れちゃってたけど、この新しい名前はもっと深い意味があるよな。一番厳しく自分を律して、この優しいキノコンたちを必ず大切にするから、仲間を安心して私に託して。もう別れの時だね。さようなら、天天ヨーヨー獣。ハニヤーさんの言うことをちゃんと聞くんだよ。百来者ら、今度テイマー大会が開催されることになったら、ミコはきっとお前を見に来るぞ。ポコポコ B にもう一回ハイタッチしようぜ。短い間だったけど楽しかった。お前も楽しく生きて、オイラたちと再会できる日を楽しみにしろよな。人とキノコンが共存できる日が早く来ることを願っているわ。信じてるわよ。君たちの朗報を待ってるから。